あの今回の作品は日本で来年の2月公開なので、うん、あの世界で初めてプサンで上映される、はい、ということなんですけども、うん、観客の反応,反応が気になるんじゃないかなと思うんですけどす、ね、だからまあこういう大きな映画祭でねあの上映できてすごくラッキーだったと思うんですけどうん、うん、やっぱり映画祭のお客さんがすごく集中してねあの見てくれるっていうのが分かってだからあのすごくなんかさ最初のお披露目の場所としてはねすごくあの。 いいい経験をしたと思います、はい、今回の作品は「うん、羊の木」というあの漫画原作があるんですけども、はいはい、それを映画化するにあたって、はい、あの大事にされた点というのはどのような点でしたか、うん、あの漫画連載もともと雑誌に連載されていた漫画であのなんか割とその連載を続けるためにこう話が割とこうあまり一箇所に収束しないでこう転がっていくんですけどやっぱり漫画ですからすごくなんだろう どんどん,どん,どんこうあの展開がどんどんんぶっ飛んでいくというか、うん、それをだからやっぱり映画の2時間という尺の中にこうあるまとまりを持って、ね、こうあの成立させるときにあの、まあ、原作をどう整理してやる原作にない要素をどう入れていくかっていうことは相当悩んで脚本を作るの2年ぐらいかかったんですけどそれはまあ他の仕事もやりながらね<ー>結局結果的に2年かかったのは今までの僕の中でも最長で。 うん、だから相当いろんな方向を試行錯誤して、ね、今こ、こ,この形に最終的に仕上がったっていうだから自分の中でもちょっとあのひ,ひときわ可愛いいというかそんな気持ちでこれまでも原作ものの映画化ということをされてきたんですけどその中でも特に手がかかったっていう今まではその原作がもう完結した状態で、うん、自分は読ん一回読んでその読後感をこうコアにして。 割と自由に発想できたんだけど今回はなんか進んでいくもの、うん、で最終的にその連載漫画だからあのなんか割とこうぶっ飛んでこうなんか開,きなあの開いたまま終わるっていうのかな,、うん、なんかそれはそれで漫画としてはすごくあのなんか面白いんですけれどもやっぱり映画にする時に自分のその独王感を映画に向けてうまくこうまとめることがなかなか最初は難しくて、うん、なんかそこは本当に時間がかかりましたね。うん あのう、大昔っていうところが舞台になってるんですけれども、はいうん、あの日本に大昔っていうところは多分ないんじゃないかなと思うんですけれども。な,はいうん、なんとなく映画を見てると、あの日本海側の富山っていうところなのかなっていう感じがしたんですけど。うんはい、どういうふうにあそこを作られたんですか。えっと、結構日本中の、あの海沿いのね、街を、あの富山だけじゃなくて。太平洋側とか、いろんな場所、こう、車でずっと海岸線沿いに。 走って見て回っててて見回もうその町ある町に着いたら市役所と町と、うんえー、あとあの港を見るっていうそれをずっと繰り返してもうしばらくそれを本当に1ヶ月ぐらいそれを繰り返して、まあ、あのそれで最終的にそのうあれ魚津って町で撮ってるんですけどね、うん、その町にたどり着いた時にすごくあ自分が。 原作からイメージして脚本にで作ってるその架空のねウォ、うん、手町は本当ここだ,ここだっていう、うん、なんかすごくあの出会ったって感じがすごくして、はい、あまあ本当に、まあ、たまたまですけどその、ね、富山と釜山っていうのはね、うん、あの海を挟んですごく距離も近いじゃないですか、はい、だからあの,あの海が本当になんか釜山につながってるんだななんてこともね、はい、あの映画を見ながら今日思ったりしましたけど。あどうんあ ウォーズというか富山に限らず日本全国的にあの高齢化と過疎化という問題はあるんですけども今回の話もその元殺人犯が10年定住するというプロジェクト自体は格ですけどもあのその背景となっていることはリアルな日本の今という気がしたんですけども。刑務所のまあ経費 刑務所にやっぱり刑務所がまあどの国でもそうかもしれないですけどやっぱり刑務所に人がまあ溢れていてで一方その田舎の町はどん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 人が減っていっているというそういうまあ偏りがあるわけじゃないですかどこもねあの人口のだからそう,いうものをそういうものに対する対策の一つとしてなんか割とこうリアリティのあるもちろんこのままではないでしょうけどなんかリアリティのある話だなとはね最初原作を読んだ時に。 その設定は面白いいななととううふうに感じたところなんですよね内容だけ聞くとちょっと重いような感じもするんですけども、はい、映画を実際に見るとコミカルな感じも受けたんですけどもはい、はい、何か意識された点ってあったんでしょうか、はい、まあ割とこう、まあ、殺人犯が来て、うん、まあ結構まあバイオレンスなところもあるし、うん、ちょっとこう怖いところもあるじゃないですかだからそういう非日常的なものをよりこう効果的にするためには割と日常のね まあど,どっちかというとくだらなかったりちょっと間が抜けてたりとかそういう日常の普通の光景というのもきちんとそのあの描いた方がそのコントラストがやっぱり際立つことで両方ねあの生きるんじゃないかなっていう気持ちはありました、ね。うん、特にその主人公の、はい 市の職員である錦、はい、戸亮さんが演じる役っていうのが普通の日常で、あのまあもっ殺人犯たちとの対比がはっきりするところかなと思うんですけれども、はいうん、そのあたりの演出は何か工夫された点はございましたか。そうですね。だからもうやっぱり錦戸君にはあの月経っていうあの普通の市役所職員として、あの観客がそうであるように初めて会う人たちとあの自分の人生の中でまとめて一筆に出会って。 そのつ度そのつ度感じることを表情に出していってほしいっていうその表情をまた観客が見て、まあ、自分も同じような体験をしているようにあのこの物語の中に入っていくっていう、まあ、そういうふうになればいいなと思ってねあの、まあ、彼とこう映画を作っていくっていう、まあ、作業だったんですけどね。うん 元殺人犯の6人もそれぞれ事情が違って、はい、キャラクターも際立ってるんですけども、はい、俳優陣も個性派が多くて、はい、演出しながら楽しかったんじゃないかなっていうい <laughs> 気がします。本当に楽しいです。うん、僕はあのやっぱり何が映画の作業で一番楽しいかっていうとやっぱキャスティングする時が一番楽しいですね。うんうん、あのだからキャスティングしてもう自分が仕事したいと思ってこうお願いした人と仕事をするのが本当一番の喜びで。 そういうい意味では今回、まあ、初めての人ばっかりだったんですけどすごく楽しかったしあのこれそれぞれこうあの人を殺したっていってもいろんな殺し方があるしあの殺人に至る事情とかバックグラウンドっていうのも、まあ、一人一人違うわけですよね。それをやっぱり一人一人の,その,あの俳優たちの演じ方の違いとかあの作り方の違いでこう見せていければなと思ったのでこの6人の。 あの6人の,なあのキャラクターのこう、まあ、こうそれぞれの際立ち方っていうのはすごく映画にとっては重要なあのポイントだったんだと思います。うん 私はその中で特にあの田中泯さんの演じる元ヤクザですけどもあのクリーニング屋さんで働いていてあのずっと殺人元殺人犯ということは伏せてたのが明らかになった時のクリーニング屋さんの反応がすごく好きだったんですけどもなんかそういう感じでずっとその映画全体で善悪がずっとその教会が揺さぶられていくような感じがしたんですけども。そう,う,で,そので,そのうですね 人を殺した人とまだ殺してない人の間にも境目があるしあるいはでもその殺した人の中でもどういう殺し方をしたかっていう人同士で殺した人の中でも境目があるしでも人間はそのやっぱりまあ映画の中でも友達っていう言葉が出てきますけれどもまあ友達だったりまあ例えば他の殺人犯はまあ例えば愛情っていう形でねまあそれぞれ何かあの他の人との結びつきを をベースに、えー、自分の居場所を作るわけですよねそういうだから居場所を見つけられる人と見つけられない人がまあ、えー、この6人の中にもいたっていうことをねあのー、きちんと描き分けたかったとっいうのはがあるんではい監督が特に好きなシーンってあるんですかそうですね。うんでどのシーンも好きですけどあのー、意外と僕はあのバンドが演奏してる場面がねあのーあ<ー>うん あの自分がああいう音楽を昔やっぱりバンドアマチュアバンドでやってたりしたのであそこで何かそのあ,のああいう田舎の街で生き暮らしている若者のねなんかちょっとやり場のない気持ちみたいなものをなんか音楽演奏セリフじゃなくて音楽を演奏する様子でねなんか表現できればなと思ってたんですけどなんかすごくあれはその自分の好きなタイプの音楽をそのまま映画で 映画に載せたっていう意味でちょっとわがままさせてもらったんですけど、うんうん、あ,あそこは本当に音楽自体が好きなのでうん、うん、好きですね演奏シーンは全部、うん、私も田舎の高知の方の出身なのでなんとなくそういうイメージがあそこ見ながら自分の故郷を思い出しあの,音楽あの音楽自体もあんまりその、ね、一般的な音楽じゃないからあの東京だとああいう音楽が好きな仲間はすぐ見つかるんですけど、はい、田舎だとやっぱああいう音楽が好きってだけでもやっぱり仲間を見つけるのは結構苦労するじゃないですか。うん、だからそういういことを まあ自分の体験に即して考えながらねちょっとどれぐらいみんなに見てる人に伝わるのか分からないけどというかまあ自分としてはい実際あの富山でロケをされてるんですけども、はい、お,お魚のおいしいところですけどもロケの思い出ってありますか富山はすごく天気が悪いって言われててあの雨,雨ばっかり降るからあの撮影は大変だよって言われてたんですけど。 絶妙にその降るか降らないかぐらいの天気が続いてあ<ー>まあもちろん何回か降ったんですけどだからやっぱりあのこうちょっとこうあの少しあの海がね海がその色が濃くて、はい、なんかひなんかわ,わからないけどそこにこういる人たちの気持ちがなんか濃く深くなっていくようなイメージそれはねうまくえあの映像にねあの定着したんじゃないかなと思ってるし。 海太平洋側の海性もちょっと違うかなっていう感じがして、あのあのそうですよねあの雰囲気がぴったりな感じがします。すねうん、だからあの映画の最後にもやっぱり海を使いたかったっていうのはあるでしょうね。うんな,なんかすごくあの海からインスパイアされる部分は大きかったですね。本当かこれまでも霧島部活やめるってよと、はい。 『あの神の月』など原作の映画化をされてるんですけども、はい、今後の予定というのはまあしばらくはこの羊の木の宣伝を頑張ろうと思ってるんですけど、うん、そ,すその後はまたその時の,気分その,時の,あの自分の気分に従ってあの次の企画をあの進めていけたらと思ってます、うん、まだ具体的にはまだ考えてないんですけど。かりました あの観客のの皆さんへのメッセージがあれば僕が本当にいろんなことを考えながら作った映画で、あのー、映,画映画そのものはね、あのーまあ、一つのエンターテインメントとして、あのー、楽しんでもらえるものになってるって自信はあるんですけれどもやっぱりその後でやっぱり自で僕がさっき言ったいろん,んな人間同士の境目みたいなものっていうのをこう意識しながら作ったので、まあ、その辺をこう感じ取りながらね、あのー、見ていただけるとまたこう。 より深い味わいが増して面白いんじゃないかなと思ってるんであの、まあ、是非あの見に来てほしいなと思ってます。ありがとうございました